え、じゃあ基本的にでも、うんこちゃんも外出ないじゃん。出ないっすね。そうすると、その、なんか、本当にパチンコと買い物ぐらいしか出ない感じなの？旅行とかも行かないの？いや、旅行はお互い好きなんで。ああ、はいはい。まあ、その温泉行ったり、するんですけど、なかなかね、その、国内とかだとやっぱ、ちょっとね、嬉しいことに指さされちゃったりして、なんか気まずいから、はいはいはい、海外とか行ってたんですけど、まあ、海外もなかなか今行きづらいから。あ、でも、日本だけじゃない今行きづらいのって。行っていいのかな別に海外。今行っていいんですか？だって、欧州とかも普通になんか飛行機満杯だよ。あ、マジっすか？うん。一昨日までイタリア行ってたけど、もう電車も飛行機も混みまくりで。へー。マスクもしないし。ああ、なんか、らしいっすね。うん。だから、なんか、もう普通に外国って今もう元通りになってる感じだから、さっさと外国旅行行った方が楽なんじゃない？あ、じゃあ行こうかな。うん。で、フランスからとか、割と先進国からの帰国だと、もう自宅隔離期間日本いらないんだよね。あ、そうなんだ。別に普通に出歩けるんだ。うん、だから普通に帰ってきて、そのまま電車乗って帰るみたいな。だから前だとなんか空港の中でPCR 検査やってなんか3、4時間待たされてってあったんだけど、あれがなくなったから、普通に海外旅行今行き放題なんじゃない？はあ、なるほどね。まあ、ひろゆきさんも飛び回ってますもんね。いろんな仕事でというか。まあまあ、基本仕事以外はほぼ外出ないんですけど。でもしたら、海外住んだ方がもう楽じゃない？いや、まあ正直、でも、俺散々ひろゆきさんがフランス住んでることバカにしてたじゃないですか。うんうん。あ、そんな気取りやがってみたいな。その手前めっちゃ行きづらいっす。お前結婚すりゃいいな、海外にゃ、みたいな感じで。だからそこはほら、奥さんが行きたいって言えばもう、従うしかないみたいな。だからほら、外で指さされるとか全くないからね、外国行くと。まあね、それはちょっとね。あと、町内会とかないし。あ、ないんすか？いや、ないよ、基本的には。でも言語が辛いじゃないですか。まあ、英語喋れないし、ね。まあ、住むと大体人喋るようになるから、割となんとかなると思うけどね。まあ、そっか。だから外国住んでガチで喋れないままですって人ってあんま見ないんで、まあ、家族の誰かが喋れるから、自分喋んなくていいから覚えないっていうタイプの人はいるんだけど、喋、うん、れないままの人で行った人って大体それなりに喋るようになるから、行っちゃった方が早いと思うけどね。え、だってひろゆきさんって、今何カ国語いけるんですか？今一応そのフランスと英語と日本語。あ、3カ国語はいけるんだ。うん。なんかでも人前であんまり喋んなくないですか？だって喋る必要なくない？人前で。いや、なんかでも、いやでもなんか、じゃひろゆきさんの喋らないは照れてるんだよな、なんか。別に、普通に喋ればいいじゃないですか。あ、ね、外国語を喋るときって、日本語のモードと切り替えなきゃいけないから、日本語喋ってるときに外国語にならないんだよね。だから外人とバーッと喋ってると、逆に日本語にならないのよ。だからそのね、切り替えスイッチが必要で、だから例えば大阪出身の人ってさ、東京で普通に標準語喋るんだけど、大阪に戻ると突然大阪弁喋り出すじゃん。ああ、確かに。だから、その相手に合わせて出てくるから、その相手がもう日本語モードの時だと出てこないんだよね。うん、あ、なんかさすがっすね。その、今、解き伏せられたわ。確かに。方言みたいな感じなんだ。そうそう。だから、ああ、じゃあこうフランス語喋ってるのね、だったらフランス語喋るし、英語で来たら英語で喋るんだけど、そう、なんか日本語の相手に、例えばその、だから大阪出身の人が突然大阪弁でじゃあ自己紹介してって言われても、みたいになっちゃうみたいな。あ、確かになるわ。うん。そんな感じ。めちゃくちゃなるわ。だからまあ、喋れる喋れないはでも住めば大体なんとかなるよ。ちょっとじゃあなんか軽く、じゃあひろゆきさんなんかおすすめの場所俺住むから今度教えてくださいよ。まあでも1ヶ月ないじゃん。はい。うつのです。まあでも1ヶ月ぐらいどっか住んでみるわ。試しにやってみたら。じゃあフランス。フランスはね、英語圏のがまだ楽だと思うよ、奥さん的にも。一応ほら、学校行ってるとさ、片言ある程度わかるじゃん、英語って。まあ単語ぐらいは、ね。で、もう書いてある文字は読めるじゃん。フランスは、まず読めないってところ入るから。あ、そっか、なんかミミズみたいに見えちゃうか。まあ、まあ、アルファベットではあるんだけど、その単語がその全然知らない単語だから、だから英語圏ぐらいからスタートするのが良くて、アメリカとかイギリスとかって、その英語がメインの国は早口だから、外国人からすると聞きづらかったりするのね。うん、へぇー。いや、その、なんかバリバリ関西弁で早口の人が言ってることって、その東京の人だと聞き取りづらいみたいな感じで、うんだから、どちらかというと、そう、ドイツとか、その、英語使える人は多いけど、メインの言語は、その、英語じゃないよ、ぐらいな国の方が、結構、聞いてることはわかるので、東南アジアとかも割とおすすめ。マレーシアとかシンガポールとか。あー、シンガポールよく行きますよね。だって、オリラジの中田さんも、中田さんとか。ね、行ってますもんね。うん。
だシンガポールぐらいの英語だと、あのね、難しい表現を使わないから、会話がすごいわかりやすい。うん、へぇー。なんか俺今、切り抜き見てるみたいだな。質問にね、返してるみたいな。こういうこと言ってるわと思った、今。はい。切り抜き見てるみたいでしたよ。あ、だタイのプーケットとかのリゾート地一回行ってみるといいんじゃない？あ、でも、その、コロナ入る前は、結構タイ行ってたから。あ、そうなんだ。ただ、その、パタヤとかの方に行ってたんですよ。よりちょっと、はいはい、その、落ち着いたところに。そう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 。プーケットとかがいいんだ。まあ、気候もね、あったかいしね。したら1ヶ月ぐらい滞在してみたら？ちょっとじゃあ、マジで検討します。うん。なんか、ね、一軒家借りて、そんな多分値段もバカ高くはないでしょ。うん、エアビーとかで適当に探して。うん。うん、